愛の流刑地は渡辺淳一の長編小説。2004年11月1日から2006年1月31日まで日本経済新聞長官に連載。2006年に原頭者から刊行された。略称は愛るけ。新聞掲載時の差し絵は小松久子が担当。2007年に相次いで映画化、TV ドラマ化された。初版発行部数は 上下巻合わせて40万部。かつては売れていた小説家と人妻との愛を描いた。かつて恋愛小説の期待の星として脚光を浴びていた男、村尾菊次は10年近くも新作をかけず、現在では東京にてすでに忘れ去られた小説家として数えられていた。そんなある日、女友達の紹介によって学生時代から自分のファンであった人妻、 入江東花と出会った菊地は、現代の山となでこを絵に描いたかのような彼女の、容姿と所作に以前見た八尾町の、おわら風の盆を思い出し、強く心惹かれるようになる。そして、東花をホテルに誘い込んだ菊地は人妻である彼女との、性行為に及び、肉体関係となる。その後も、京都にて菊地との性行為を繰り返す東花は、今まで夫には感じられなかったほどの激しい、 エクスタシーを感じるようになる。さらには、夫が東京へ転勤して、家族ともども住むことになったため、東家は、千田ヶ谷の菊自宅へ通い始める。次第に感じるエクスタシーが、激しさを増していく東家は、夫との性行為を拒絶するほどまでに菊自の愛部を求めるようになった末、彼との性行為中に、首を絞めて殺してと口走ってしまう。菊は、の言葉に戸惑うも、 彼女の首を締めるようになったが、ある日いつものように、10日の首を締めていた際にそのまま思わず彼女を殺してしまい、自らの行為に呆然自失となる。やがて、警察に通報した菊地から語られる罪に、マスコミが注目する中、事件は裁判へと進んでいく。2007年公開、R15 指定。日本テレビ系にて、二千七年三月二十日、三月十一日の二夜、 連続で放送された。放送時間は共に21時23時9分。副音声による解説放送を実施。ただ系列外の沖縄テレビは深夜のかなり遅い時間での放送であった。またテレビ大分も前編のみ同日の深夜2時台から放送した。前編では二人の京都での散策を交え、後半では原作同様のシーンが描かれており、 菊次が10日を殺害に及んでしまうシーンで終了する。また、後編では、賢治の織部美ゆの視点を通し、母を亡くした子供の葛藤が描かれ、二人の真実の愛について知っていくことになる。脚本は、当初、中島武博が執筆していたが、途中交番死別ペンネーム、江口竹雄でのクレジットとなった。中島は後に、月刊誌、 シナリオ2007年2月号にてその点末を記した。ビデオリサーチによると、関東地区での視聴率は、前編が13.3%、後編が14.2%であった。原作では、終始、菊児の視点で描かれているが、映像化された作品では10日からの視点も多く描かれている。そのため、原作に登場しない人物や、 エピソードも多く盛り込まれる。ありがとうございます。